皆さんようこそ。改めまして、私は玉蘭、四国を守る国営の長よ。時の印は準備できてるわ。でもその前に試験があるの。試験？使用者の資質を見るのよ。時の印は誰でも使いこなせるわけじゃないから。でも心配しないで、難しくないから、気楽に受けてくれればいいわ。ここは心の通り道、時空の定律が交わる場所。私はここの案内人だ。進みなさい。最後までたどり着いたなら、そなたの望みを叶えよう。これは？そなたのこれまでの記憶だ。心の中を覗いたの？試練のためだ。不愉快な思いをさせたのならお詫びしよう。だがそなたにはこれより前の記憶がない。不完全な記憶。このようなものは珍しい。そう、昔のことは何も覚えてないの。目覚めたらジークとシャーリーがいて、それが全ての始まりだった。あの襲撃がなかったとしても、アイダの子の末裔である二人はいずれは波乱の渦中に巻き込まれていた。そしてそなたも同じ運命だった。だとしても後悔はないわ。そのまま進め。シェルターの仲間と妹とどちらを選ぶか。厄災に蝕まれた世界ではこのような残酷な選択が無数に繰り返されている。そなたならいかなる選択をする？答える必要はない。さあ、進みたまえ。それはシャーリーの兄探しを手伝うためか、よるべのない自分に生きる意味を与えるためか。シャーリーが兄を見つけた後、そなたは何を目標に生きる？そなたがシャーリーを支えても、一体誰がそなたを支える？レイラ、大厄災の影響の及ばぬ時空。しかし、等しく荒涼たる地。
まごうことなき不毛の地。いろんなことがあったけど、みんなで乗り越えてきたの。生と死、善と悪、人と化け物、それらは時に紙一重。力には代償が伴う。タイムリバーズは魅力的だ。そなたは時を戻したいと思ったことはないか？それは違う。とっくに答えは出てる。時を戻せるなら何をしてもいいっていうの？聞かせてほしい。そなたは許しの天使の存在をどう思っている？偽物の正義を振りかざして罪の意識をごまかしているだけよ。アイダ星を救うだとか言ってるけど、タイムリバースが成功する保証なんてない。結局悲劇を繰り返すだけじゃない。私は自分が正しいと思う道を進むわ。正しい道とは？答えはもう分かってるはずよ。この先にどんな危険が待っていても今ならまだ引き返せる。勇敢なのか無知なのか、いずれにせよその決意の変わらぬことを願う。我々の戦いはもうずっと前から続いている。生命の断りを超えて時空を自在に行き来できる存在。恐ろしいのはその全貌が未だつかめていないことだ。奴らは無尽蔵であるとすら考えられる。宮域は長い間外界から隔てられていた。転送ゲートの開通は新時代の幕開けといえよう。分かれた道が再び交わり、新たな変数が加わったことでようやく勝算の兆しが見え始めた。進みなさい。これからも。
仲間たちと共に。気分はどう？少し休んでもいいわよ。なんだか不思議な感じだった。そっか。シャーリー大丈夫？何か見たの？大丈夫、なんでもない。私が見たのは夢の世界みたいな感じだったわ。私は一人で旅をしてた。アーシャとベラを全部旅して最後に宮域に来たんだけど。だけど、自分で自分の経験を見るのはなんだか不思議だったわ。見えるものは人によって違うの。だから気にしなくていいわ。一人。じゃあ、あの声は玉蘭さんの時は？私？自分と派手に戦ったわ。やっぱり自分が一番手強い。自分と戦ったんだ。これで二人とも無事に時の印の力を手に入れられたわね。だけど今のままじゃまだ不完全だから最後の仕上げが必要なの。リュウカが外で待ってるわ。うまくいくと思ってましたよ。これがスザク神像。ほら、何か感じないですか？時の印が反応した。神像と共鳴したわ。ええ、神像は時の印に呼応して戦闘力を強化してくれるんです。へえ、すごいね。研究報告書が5巻もあるくらいですからね。まあ我は全部読破しましたけど、いや実に奥深かったですね。それじゃあどういう原理で強くなれるの？原理ですか？我は心で得得したけど、一言で言うのは難しいですね。とにかく時の印は便利だってことですよ。何か違う力を感じる。まだですよ。時の印の力はこんなものじゃありません。力を最大化するにはスザク神像の道元を満タンにしなければなりません。近くにないかな。どれどれ。あった！来てください！
戻って朱雀心臓を強化しましょう。たやすいわね。最後はこれ、精神符を発動したら完成です。こいつの原理はですね、時の印の力を増幅できるとかなんとか、なんか曖昧だね。使えればいいんですよ。姉貴、
緊急事態だ。早く元玉遺跡に来てくれ。何があったの？それがよくわからないんだ。とにかく早く来てくれ。早く助けに行こう。贈り物かしら。贈り物？はたまた罠？
やすいわね。私に力を。
り物？はたまた罠？わきまえなさい。どういうこと？初代がいきなり攻撃してくるなんて。昨日の時空乱気流のせいかもしれない。本当に次から次へと。まずはこいつを何とかしないと。妖精の怪我人を避難させて、ここは任せなさい。
初めてです。早くあの方に報告せねば。スザク様たちは今こっちに向かってるそうだよ。あ、こちらはベラから来た方ですね。ありがとうございます。俺はヨウキン、この暴力女の弟です。と言っても姉とは違って。いた、いたたたた。何よ、大げさなんだから。はいはい、真面目な話をすると、この怪物は遺跡の守護獣だって言われてるんだ。今まで襲ってきたことなんかなかったんだけど。なるほど。ちなみにさっき怪我人を運ぶついでに周囲を観察してみたんだけど、昨日の乱気流はやっぱり遺跡の中から来ていると思う。これは奥に行って調べるしかないよ。なら話は早い。エクセキューターシャーリー、行きましょう。ヨウキンは害虫が入ってこないように外を見張ってて。仰せの通りに、せっかちなお姉様、くれぐれも気をつけて。